ロシアン軍少将の軍服を着た1810年の肖像画アグスティンでベタンクルイ・モリーナは、スペインの著名なエンジニア、都市計画家で、母国スペインのほか、フランスとロシアで活躍した人物。エンジニアとして手がけた範囲は広く、機械工学分野の蒸気機関車や気球、さらには、建設工学分野になる建造物の構造設計や、都市計画までに及ぶ。技術者として、 教育を受けた後、スペイン部隊の管理技術者、ロシアでのサンクトペテルブルク通信工科学校の創設から建設管理計画、実施施行管理のほか、サンクトペテルブルク都市計画の監修と、クローンシュタット、ニジニノブゴロド及びその他のロシアの都市建設に尽力した。スペインテネリフェジマプエルトデラクルス生まれ、1778年、 マドリードのサンイシドロー王立大学に入学。工学を専攻し、1783年に卒業後、最初アルマデン工業関連のアラゴン運河の仕事に従事。翌年の1784年、さらなる勉学のためパリに渡り、工業学校に入学し、終了後数年、フランスやイギリスで活動する。1807年末にアレクサンドル一世の正体で、 数ヶ月サンクトペテルブルクを訪問。パリに帰国後打診を受けて、ロシアに赴任。ロシア軍元帥から技術部隊の審査官に任命され、皇帝が死去するまで滞在した。1809年、ロシア国内で最初の高科大学サンクトペテルブルク通信学、大学校設立に尽力する。 同大学校は1824年まで工業系で国内唯一最高教育機関であった。ロシア滞在中は数多くの公共事業との技術研究方面の学術指導者として活躍。根深橋の設計、トゥーラ兵器工場や火山大砲製造工場建設、その他ボルガ川の蒸気船、水供給システム、鉄道などを開発指導。 1810年、クロンシュタットなど、国土構築と、運が、アントルイ作にこの島のファウンドリーと、周辺海域春節に利用するため、蒸気機関の春節船を建造。発明者としては、ロシアの特許法が1812年に整備されたので、すぐ登録できず、最終的には、別人が特許を保有している。1815年には、チャールズ・ベアードと共同でロシア初の機船。 ユーリーザベタを設計。1816年、木造のマカリエフフェアが、出荷で、破棄されると1817年、不妊地にジにノブゴロドから、被災地を訪問し、600万ルーブルかけて、石像で再構築する4年間のプロジェクトを、提案して、大聖堂の近代化を推進、オーギュスト・モンフェランを、担当建築家として、個々の建物デザインを任せ、 全体的な配置計画や資金調達を担当。ペテルブルクのプロジェクトの進捗状況を検査するために、毎度虹に,にノブゴロドから足を運んだ。フェア級大聖堂として知られている、旧主大聖堂でも構造を担当し、衣装担当のモンフェランと共同1822年に完成すると、その年に早速祭事を開いている。祭事は、 1930年まで運営された。また、虹にでも二つの歴史的境界を保全しながら、都市刑務所、三連がファウンドリその他の建物を担当している。ペテルブルク菓子の改築設計にも参画、開発基本計画を手掛けた岡川佐岩は、19世紀を通じて基本計画通りに開発が進められた。1819年、 ロシア国土道路部評議会から指紋を受けている高速道路計画の策定担当部長に就任。ロシア初の近代的な高速道路を設計。サンクトペテルブルクとモスクワだけでなく、国内の産業政策として、トゥーラと火山兵器工場までの道路網形成に尽力した。2008年、ロシア共和国は彼の誕生を250周年を記念して記念日手を発行している。 ありがとうございます。